はい、はい、前回板のメンテ、はい、したやん。やりましたね。もう綺麗になってるよ、ほら、はい、な、うん、で今回はバインディングです。お、まあ、これのメンテナンスというかシーズン前にここだけチェックしといてっていうのを、はい、紹介したなと思います。必要なものは、まあ、まずバインディングと、はい、板につけるんでもちろん板もいりますよ、ね、あとブーツです。お、大事ですね。ブーツです。ブーツも大事です、うん、なんでと思う？まあ、ビンディングにつけるからじゃないですか。はい、そのね、板とブーツを結びつけるもんなんで、はい、やっぱり大事ですね。で、あと一応パーツクリーナー、はい、まあ、これホームセンター売ってます。2月300円ぐらいかな。あとあれや、まだキッチンペーパー。お、まだキッチンペーパー。キッチンペーパーほんま使うから。声優のやつがおすすめです。はい、じゃあまずこのビンディングって板につけるんですけど、はい、そこからの話しましょうか。はい、つける角度とかはスタンサーっていう機械で僕は測って、うん、そこに応じてまあアレンジしたりしてます、うん、まあ詳しくはスタンサー見てください。でちょっと詳しい人になってくるとそういうんで自分こういう滑りにっていう風にちょっと応用聞かせてつけるんですけど、まあ、基本的には数値さえ分かればそこでつけれるんで、まあ、僕はじゃあ6でいいわ。ちょっとごめん、つける前に1個中古使ってたんやったらちょっと掃除したろうよと。こういうとことか。あ、なるほど。ここでパーツクリーナーを使う。そう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 。ここでさ、うんうん、こういう風にちょっとこうやってアロタロと、うんうん、部分によって汚かったりするからさ、こことかもさ、ここでアロタロのがいいと思う。なるほど。うん。これはキングスで使ってました。ブラシの施設で。ここにテープ巻いてあったりとかして。まあ僕はもうこのままでいいけど、これ剥がす人は剥がしてもいいし。え、これキングスの時はそれつけるんですか？あ、ここ鉄でできてるから、マット傷つけるからつけてる。ああ、そういうことね。まあ余談やけど。で、まあ、セッティングに関しては基本的に僕は板に加えつけてからやる方が作業しやすいんで、そうしてる。なるほど。だからまずは板に加えつける。板に加えつけるために角度さえ分かればいいよね。ビンディングによってはセンタリングって言って、こう真上から見たら分かんないけど、板に対して、ここがいいんかとかこっちがいいんかとかで、これに関してはブーツの出具合とかによっても変わるから、はい、まあ、センタリングの動画を出してるから、まあ、そっち見てもらった方が分かりやすいかなと思うけど、まあ、別でセンタリング動画出してもいいけどな。なるほどね、うん、それ細かい設定のやり方はおのおの個別で出していこうかなと思ってます。はい、まあええよ、俺は適当早い。大体ね、うん、大体早い、一周して大体早い。なるほど、うん、まだ一周目やから。ちなみに今パーツバークリー吹いただけでこんなに汚れが、おお、ほんまサビとかが吹いてもないのに出てるやろ。確かに、うん、まあ、なくてね。ちなみにこのバインは 2×4 って言います。2cm、うん、2cm の距離、4cm の距離でバインがついてる。だから使う穴はこのこういう穴、こう使ったりする。はいはいはい、2cm 間隔で使う、うん、で 4×4 っていうのがね、あ、種類があるんですね。あるある。じゃあこれ 4cm4cm、 ああ、だから 4cm4cm、 はいはい、はい、正方形で取るやつと長方形で取るやつ、おうおう、ちっちゃい長方形とでっかい正方形。なるほど。何が違うかというと、はい、ここで取るとさ、ビンディングの真ん中ってここやん、はい、ここで取るとさ、ここになる。ああ、なりますね、ちっちゃい。じゃあここ真ん中にしたいっていうのはできへんのよ、 2x4 は。確かに、ここ真ん中にしたいですよっていうのはできへん、うん、シートここで貼ってもたけどな。だからまあ極端な話、ここの真ん中で内に寄せるとか、ここの外に寄せるとかっていう風にしかできへんから。なるほど。まあ今回はもう何でもええから、ぶっちゃけのなシーズンインなんか違いなんか分からへんさ。まあ慣れてないよ、ね、うん、シーズンインすることに意味があるね。そうやね、うん、まあ、だから自分のが 2x4 か 4x4 かでスタンス幅変わるから、うん、あ、その位置合わせができないってことですね。そう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 、だからそこだけ気ぃつけてやーっていう。まあ後ろ足6度と、幅はぶっちゃけ僕あんまり一周してあんまり気にしない。なんかもうなんかもうアングルももうなんかセッティングもぶっちゃけこのセッティングになったらそれでいいやみたいな感じでやってるっすわ。このセッティングなんや、じゃあこんな感じで滑ろうぐらいのノリで。一回こだわるのが大事だと思う。大事ですね。うん。一回こだわることで適当に使えるようになるから。感覚とかも分かりますけどね。今の名言や。今の名言が多分文字光ってると思う。シャキーン !6 度でつきました。はい。OK。まあいいわ。こっちは一旦置いとこう。はい。うん、まあ簡単もね。こっちもやり方一緒やから。うん、ここまで来たらやっと、はい、ビンディングのセッティングっていうのができます。はい、これでまあもうちょっとこの辺も。掃除したい、そったのかいとな、こういうふうにな、よくね、そこは、うん、なんか、なんか気になるよ、これは吹いてもいい、ほら、はい、おー、もうなんか溶けてるやん、ボディー、溶けますね、うん、ボディー、苔生えてるやん。いや、樹脂だからやっぱパーツクリーナーちょっと溶けるんですかね。いや、どうだよ、俺こんなん溶けていい色出たの初めて来た。OK、できたできた。まあ、綺麗にするかせんかもうその人の好みやけどね。何を一番にせなあかんのかっていうと、うん、これなんすわ、これね、うん、よくこうやってほら、こ
ここにあるとかになるやん。なりますね。けどブーツを実際に履いてないとダメなんや。あ、履きながらつけるってことですか。じゃないとさ、中に足があって初めてこのブーツの側の大きさって決まらん。あー、そうか、確かにないですもんね。だからよくさ、ブーツだけ加えつけて、うん、はい、センタリングってパターンもあんねん。まあそれもまあニヤリで合ってるけど、ワイ、うん、は履いてやった方がええんちゃうかなって、普段そうですからね。そう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 。だから箱ブーツ履いたよ。はい、履きましたね。うん、ほんならよ、はい、一旦加えてみる。なるほど、加えた。そしたらよくありがちなのは、ここセンター出しましょうとか、はいはいはい、こっちもつけとくか、うん、あんねんけど、僕が大事にしてるのはここです。仮にね、はい、ここにつけてても位置って正解とかないんですよ。で、例えばちょっとさ、位置を変えてみるよ。これ初心者向けやから、ちょっと位置の変え方、ここを緩めます。ここを緩めて、はい、ネジを抜く、はい、まあ倍によるんやけど、うん、ここのいじり方は説明書見て乗ってるから。そうですね、うん、うん、何メモリや、3メモリ、2メモリぐらい動かしたな、はい、何メモリか知らんけど動かした。で、仮で締めて、はい、で、もう一回締めると、さっきと位置変わったと思うよ。ほら、めちゃくちゃ行ってますね。めっちゃ行ったよ。めちゃめちゃ行きましたね。で、俺大事なここやと思ってて、はい、これがガチャンと締まりきると、はい、これ以上止まらなくなるわけよ。当たってしまってとかね。そう、だからここが常に締め代が残ってる状態を維持するのが俺は大事だと思ってる、はい、要はあんねん、ここに締め代行ってもって、ここに傷入ってる人、この倍のところに。あ、ここに傷入ってる人はもう締めすぎで、なんで倍のメーカーによるけど、あ、ここカチャンってもう締められへんっていう状態まで行ってまうと、うん、それ以上締まりきらんってことやから、ちょっと締めたいなときに使えへんから、締めれるし緩めれるっていう、多少締め代を上下前後できる締め代を残すのが大事だと思う。お、大前提として、はいはい。で、そっからストラップの位置をどんぐらい振るかっていう。だから一番外に緩める、はい、ここの位置を一番長く取ったとして、はい、どこが一番長く取れるのかっていう位置を覚えておかなかっていうのはね、僕の場合ね、はい、このバインのストラップの形次第ですよ、はい、ここの面積広い、うん、ここの面積ちょっと広い、うん、ここちょっと狭いの、はい、この場合の特性としては内側に今入りやすい状態、はい、なんでいうとここ隙間めっちゃ空いてるから、おお、で入りやすい。あ、ほんとっすね。逆に外にも行きやすい、なんでいうと壁が低いから。ああ、なるほどな、うん、これはちょっと特殊な場合やから、はいはいはい。今度じゃあ仮によう、仮によ、ちなみにこれ文字見てもらったら分かるけど、俺上下逆につけてるから。これもわざとです。あ、これわざとなんですか。うん、壁の高さが変わるやん。ああ、そうか、左右テレコにしてつけてんね。はい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 。ほんでこれをさ、今度極端な感じでいくよ。はい、まあ、ケツから2番目ぐらいかな。はい、まあ、1番いったろうか。いきます、いってもうたろうか。OK、 いくやん。はい、ほんで見て、もうすごいですね。こっちの壁なくなったやろ。なくなりましたね。ってことはこういう動きしやすいよ。おお、で、はい、こっち見て、壁で、壁できてますね。そしたらさ、はい、ここら辺見て、めっちゃ痛い、浮かん、浮きますね。やろ、めっちゃ浮いてますね。めっちゃ浮くやろ。めっちゃ簡単に浮くの、こうやって入れただけで。あ、壁がやっぱここあることで、あることで浮くやん。なるほど。さっきのもう一回戻すで。戻しましょう。戻すで。はい、ここら辺な、外から2番目かな、いくで。はい、ほら、おい、全然浮いてない。やろ。全然、これはどういう動きしたいかによる。あと板の硬さにもある。これはここが柔らかいから浮くよねっていうのもあるし、硬、はい、いと浮きにくいよねっていうのもある。硬くてさらにここも空いてたら、うん、足どんだけやっても浮かへんよねって。じゃあ変な話、メリットね、はい、いやこれメリットデメリット両方あるから。なるほど。板めっちゃ硬い、はい、ここスコスコにしてたら、はい、上で結構自由に動いても、はい、板の形変わらない。ほう、から安定してキャンバーのアーチを供給できる、息に対して。はい、イメージ分かる？今分かります。やろ、はい、ほんなら今度この板硬くて使いにくいんすよーって。まあありますよね、エッジめっちゃ引っかかるんすよーって人、うん、うわ、逆にこうやったらもありやん。おー、あ、極端にここまで行って壁作るやん。壁作ったら、はい、めっちゃ上がるようになるよ、こうやって。おー、そしたら、はい、この板硬いんすよーって人もストラップの位置をちょっと真ん中に動かしちゃうことで、うん、センターのフレックスをより使えるようになる、はい、とか。トーションはそこまでめちゃんこ変わらんけど、ねじれね、トーション。ああ、はい。これ板のねじれね。まあ、あんまりそこまでめちゃんこ変わらんけど、これは変わる。浮き方ですよね。だってもうほら、今と同じ動きしたけど、勝手に浮くもん。めっちゃ浮いてますね。浮かさんとこうと思って今頑張ったけど、無理やろ。めっちゃ浮きますね。やろ？はい。これで、板の柔らかさと相談してあげて。あと自分の好みもあるし、うん、と滑りたい滑り方。板をこないしたり、こないしたりっていう、ぐにゃぐにゃ動かしたい人は、はい、真ん中を使ってね。はいはい。ここを使っていい。なるほど。そしたら浮くってことですね。そうです。逆によ、逆にね、はい、こっちに乗った時こう、はいはい、ありますね、ある、はい、あります。この時にさ、はい、浮かんやろ。
浮かないですね。浮かない。浮かないですね。こっち浮かない。テールは浮かないですね。やろ。はい。これはな、説明しておくと、はい、壁ないよ、ここ。壁はないやろ。壁ないですね。うん、やろ、はい、今度壁を作るよ。壁できたの？あ、できましたね。押したら、ちょっと緩いわ。もう3つぐらいずらした、左側に。押したら、壁できるやん。もう壁できましたね。こっち見て。はい。浮くのに簡単。お、すごいわ。これで浮くから。片付けて、この、こうやって、こうやってほら。ほんとや。だからここはついてるけど、浮くね。すげえな。こっちに乗るときに、これも板の硬さによるんやけど、体重結構預けてもええでっていう板もあるし、逆に、ここが壁がなしすぎると、はい、体が、ブニョンっていっちゃうのよ。こうやって壁があった方が預けれるよねのが、これもここの硬さとの相談。なんか体重行きすぎるとさ、柔らかいとビョンって抜けたりとかありますね。で、結構この板柔らかい板やから、ノーズテールにこうやって乗ってもウィーってこう耐えれる位置っていうのが、うん、ある程度壁がある方が耐えやすかったですよ。あと足もぐねりにくい。あー、それ大事ですね。大事大事。俺もあなたもぐねったでしょ。はい、ぐねりました。それが痛かったです。だからこのストラップの位置は何が正解でもないし、ただスタンサーの計測結果でここは真ん中ですよっていうのもある。その通りにやってあげるのもいいと思う。ただ機能面で言うと、ここの使える量、はい、隙間の量が隙間量ですね、あるから、それを見てあげる。それに応じて、だから結構コロコロ変えていいもんやと思うし、あとブーツが馴染んできたら、あ、どんどん設定の幅は狭くなる。あ、逆にですか？ブーツちっちゃになるやん。あー、なるほど。そしたら外がカチャンって当たるところが生えなるやん。なるほど、そういうことね。いえ、はい、だから最大に伸ばせる量ってのは俺これやから、これ以上壁作られへん。作ろうと思ったら、まあこれストラップを上下入れ替えるとかなるから、そういうまあカバーの仕方はあるにしても、基本的にはこうなる。おー、うん、すごいな。これ結構役立つんじゃないですか。これ超役立つね。そういう入れ替えるとかもする。初心者の子で板乗りにくいって人とか、よう引っかかんねえって人は、内側にしたって板をピニョンってできるようにしちゃったりしたら、ロッカーボードみたいなのができる。ロッカーというか船底みたいな、引っかかりにくくなりますもんね。そうで、逆に板変わったりとかした人もそれでいいと思うし、はい、ビンディングブーツ変わった人も、ブーツ変わっただけでさ、はい、ブーツ新品にしましたってなると、ストラップの位置変わらん。変わります。ちょっと締まりにくいというか、なんていうの、届かんってなるやん。なります。ってことは内側の量が増えてるパターンとかさ、外側の壁足りてないとかってあるから、だから乗り味変わんねん。なるほどね。だからバインのセッティングっていうか、このストラップの位置はめっちゃ変えてあげて、はいはいはい、なるほど。ビンディングのアングルよりも大事だから。すごいですね。これがまあセッティング。ちょっとめっちゃ喋ってもらえる。で、こいつ、これもここは俺はつま先で止めるパターン、はいはいはい、と足横で止めるパターン。あ、なるほど。これは引き上げに強い。おー、板を引き上げるとき、はいはい、うんうん。で、これはこう蹴り出すときですよ。あ、なるほど。前に壁があるみたいな、ね、引き上げにもまあ悪くはないけど、うんうん、逆にこれは、うん、こういう動きに強い。めっちゃ動いてるのわかる。あー、ブーツ動いてますね、うん、動いてるのわかる、ここやろ、うん、でもさ、はい、こうやってはい止めると、お、結構ちょっと動き悪なんね。鈍いっすね、うん、だからこの方がこの動きはしやすくなる。うん、プレスとかその方がじゃあしやすいことですかね。うん、そうやね。そうや。そういうことですよね。けど旋回させる、こういう蹴ったりっていう動作には弱くなるし、はいはい、逆に動きすぎて調子悪い時もあるから、ああ、まあまちまち、そこもバランスとってあげて。おー、いや、研究できますね。研究できる。そうだよ。で、俺はこのストラップの付け方、はい、まあなんでアーバーが調子いいかっていうのも動画で出してるからあれやけど、はい、内側の壁はそれなりに作れます。外は壁ないけどストラップ外に出したらいけます。ほー、っていう風に使い分けできるから。なるほど。うん、まあでもシーズンインやから、はい、だから今回は動きやすい感じにしよう。うちに持ってきたんですか。ちょっとうちかな。で、外の壁はそんなにいらんかな。いつまくられるし。まあシーズンインですからね。シーズンまくられてなんぼやから、うん、まあ以上こんな感じかな。まああと、うん、あともう一個言い忘れたけど、この出代、板からの出代。ああ、はいはいはい。まあ真ん中に均等にっていう人もおるし、うん、僕はこうやって当たるところ、これで当たるわけやん。そうですね。やろ。はい。じゃあ今度つま先側はここまで当たる。おお、だいぶやろ。だいぶ立ちますね。ってことはつま先の方が立てれるよねっていうことを理解して滑ってる俺は。あ、なるほど。でもっとヒール立てたいよっていう人はもうちょっと前にしてもいいし。そんな当たりにくくなります、ね。そう。出代よりも当たる当たらんで考えた方がいい。よく出代で見るけど角度とかも違うし、ヒールカップとかもあるやん。あ、そうだ。当たるもんもちゃうから、かかとの方が先に当たるよねっていうんであれば、もうちょい前に出してあげてもいい。この辺までかな。で、当たってみる。もうちょっと出すと、そうそうそう、板を立てやすくなるんですね、うん、それはこの場合はここで設定できる。おお、このビスを緩めてスコンってやったら、はい、もうちょっと前に行くし、
ものによる、これもディスクで変えてくださいっていう、最初につけたディスクプレートペン、はい、あれで前にしてくださいよっていうのもある。バートンとかはそう、バートンは動かん、はい、ヒールカップが。あ、本当ですね、固定ですね。こいつはここのパーツがカチャンと前に動くね。したら当たる量減るけど、まあハイバックの位置変わらんからあんま変わらんねんけど、これはあんまり俺はそこはどうなんやろ、分からんの、うん、まあでもユニオンとかは変わるし、はい、それでいじってあげてぐらいかな。まあなんせこのノーズテールに対しての動き、はい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 、とトゥーヒールのエッジの動きに対してと、板がこう旋回する、あ、蹴り出しとか言って、蹴り出し蹴り引き三軸やね、基本的には。その三軸方向に自分がどう動かしたいかっていうのを想像する。セッティングってやっぱそれなりに制限があるから、そこのメリットデメリットを考えながらやってみる。これが正解ってないし、これがいいよっていうのもない。自分に合ったのを探す方法はこの動画で伝えてると思うから。で、試すんめちゃかんない、指でくるくる緩めたら終わりやん。試してみてください。いけそう、シーズンイン。いけそうですね、多分。僕はいけると思ってるんですけど。まだやらかな顔もありますね。まだやらかな顔もあんね。ありますね。これですわ。はい。ブーツ。これね。これも、ちょっとやっときたいことがあるから。はい。次はその動画でいきましょう。